こんにちは、チャキチャンネルのちさきでーす。今日はですね、地元の青森に帰ってきております。今ちょうどね、青森ねぶた祭りの時期ということで、今日はとりあえずこれからうちも初めて行くんだけど、高山稲荷神社っていうところに行きます。本当にね、京都ってぐらい鳥居がずらーっと並んでるすごく素敵なところで、なんでうちは今までこれを知らずに生きてきたんだろうっていう感じなんですけど、夜には青森ねぶた祭りに行きます。2年前にね、動画にしてるので見たことあるよって人もいると思うんですけど、去年はね確か行けなかったので。そして明日は八戸三社大祭に行きます。三社大祭はね、もしかしたら知らない人も多いかもしれないんだけど、うち的には本当に青森ねぶた祭りに負けないぐらい本当にすごいお祭りなの。めっちゃ迫力あってかっこよくて、みんなにもね本当に一度は人生で一度は行ってみてほしいお祭りなんだけど、うち自身もねすごい久しぶりに行くのでめちゃくちゃ楽しみです。青森ってね、ほんとみんなはなかなかね来る機会ってないと思うんだけど、一緒にね青森を旅行してる気分で最後まで楽しんで見てくれると嬉しいなと思います。つくね、鶏つくね串、これなんか照り焼き味みたいなのもあったけど、ツナマヨしか売ってなかった。沖縄の方はあれ、スパムとさ、卵焼き、うん、おいしい。これうまいのよ。中はねこんな感じ、なんていうのかな、バターシュガーっていう感じ。そう、ただマーガリンに砂糖が乗っただけのさ、味なんだけどうまいんだよ。そうなんです。これラスクもあるのよ。ラスクも美味しくて、ラスクも確か動画で食べたことある。多分ネットでも買えるからさ、みんな探して食べてみて。甘いの好きな人、美味しいから。青森の道路はデコボコです。なんとかしてくださいどこの車もなんか飛び跳ねで走ってるよね。ここに大きい鳥居が、うわ、映像だとなんか大きさ伝わらなくて悔しい。でっかい、めっちゃ大きい鳥居、すごい、大迫力だね。2つ目の鳥居を発見しました。おー、見えた。ここですね。着きましたね。着きました、高山稲荷神社。入ってすぐここに馬さんがいますね。こっちにはお店とかお守りとか買うところがある。今は青森ねぶたもそうだし、弘前ねぶたとか青森中がねお祭りの時期なので混んでるかなと思ったけど、そうでもないですね。入ってすぐのところには飲食店もありますね。高山まんじゅうとかうどんそば、アイスクリームもあります。ちゃんと歩いてください。ちょっと息切れしてるんですけど、とりあえず上に登りましたね。めっちゃ綺麗、アジサイが浮かんでますね。冷たい、冷たい、めっちゃ冷たい、気持ちいい、結構奥行きがあって、鳥がずらっと並んでるところの他にもいろんなとこがありますね。普通逆で草ちょっとうち本当に階段苦手なの。すごーい、青森にこんなところがあったなんて知らなかった。めっちゃ長い、すごいよ。みんなインスタ映えだよ。映えに来た方がいいよ。見える？奥まで、こっちまで繋がってる。心なしか鳥居の中涼しく感じない？日陰になってるからじゃない？すごい、めっちゃ綺麗。すごく果てしない道のりが続いております。すごく
楽しいんですよ。楽しいんですが、汗だくすぎてもお風呂に浸かっていますかっていう感じで、あお、こんな感じで歩いてますね。ちょっとヘアクリップでも持ってくればよかったなと思う。髪の毛が汗でびしゃびしゃです。ハンカチで結べば音もいいね。できた。デコ広すぎない？すごい、見てこんなとこもあるの。滝、すごい。これはお犬様っていうのかな、なんかワンちゃんがねいっぱいいる。本当にこの先にもずっといるの、わかる？ちょうど頂上に着きました。めちゃくちゃ絶景が広がっております。伝わるかな、この凄さ。足だくになってここまで上がった甲斐がありました。すごいね、ここ登ってきたんだね。ちょっと、あ、涼しい。ちょっと喉が渇いたのとアイスが食べたいのと、あ、いいねこれ、汗も垂れてこないし、ハンカチが全部かわいい。かわいい。本当に言ってる？うん。正気？給食当番みたいじゃない？給食当番です。おかわりする人いますか？牛乳はじゃんけんですよ。ここはね本当にぜひともみんなに来てみてほしいなって。うん、青森たまにいるのよ。青森にあの旅行とか遊びに行くんですけど、おすすめのスポットとか食べ物ありますかとか聞いてもらうことね多いんだけど、ここ初めて来た、初めて来たけどすごく素敵なところなのでおすすめに入りました。今ご飯をね食べに来たんですけど、お食事もう終わってましたでこのアイスクリームの旗があったじゃん、あのまさかのこのアイスだったのでいや美味しそうなんだよ、すごい美味しそうなんですけど、あのソフトクリームとかジェラートとかをちょっと期待してしまってたので帰ります。ちょっとこのエマを、縁結びのエマを買います800円こまいのないので大きいですが、釣りはいらねえぜっていう感じでできました。可愛くないこのエマ。じゃじゃん、うちの願い事、素敵な人と出会って結婚できますように。はい、これだけは絶対にお願いしますはい、これで大丈夫でしょう。かわいい。鳥居の絵馬もかわいかったけど、めっちゃかわいくない？あった、ここにかけていきます。涼しい、これめっちゃ涼しいよ。がんばん、お通しのもずく酢、天然ホヤ刺し届きました。うちの大好物のホヤ。すごい、めっちゃ立派、大きいよ身が。いただきます。異常、本当異常にうまい。いつもポン酢とかで食べるじゃん、うんうん、醤油とかポン酢とかで食べることが多いんだけど、うん、このままでも十分味ついてる。本当に海の味っていう感じ、海の塩味。へえ、磯の香りがすごいわ。おいしい。うん、極上寿司届きました。ということですか。やばい、これネタが爆弾的に大きい。すごいね、函館で克服しつつあるウニ美味しいウニだったら食べれるはず。その盛り方すごいよね。克服したかも。なんか新鮮なやつだと食べれるのかな。おいしい。やばい。間違った。ごちそうさまでした。ホテルチェックインしました。セレクトイン青森ってとこ。ここからね、あのねぶた祭りの会場が激地下で、駐車場もね困らずに止めれたのですごく良かったです。あと見て、宿泊者特典みたいな感じでねぶたのフェイスタオルと、あとマグネットって言ったかな、缶バッジ、マグネットだね。おお、人数分ラッキーなんだけど、何気持ってない青森県民ですが、
これは嬉しい。あとここ本当に特典がすごくて、パンも一人一個ずつ好きなの選べるの。ジャンボメロンパンとチーズパイにしました。あとドリンクもね、一人二本ずつサービスで、お母さんはアサヒスーパードライ二本と、うちはあのこれはさっき自動販売機で買ったやつなんだけど、あやたかとミネラルウォーターをいただきました。もしかしたらね、今ねぶた期間だからねぶた期間限定かもしれないんだけど、こんな感じでカレーのサービスもあるらしい。すごくない？無料だよ。これどっちも駆動パンっていうところのパンなんだけど、朝うちがイギリストースト食べてたじゃない、あの会社と同じとこで、ここのパンとかお菓子とかマジでどれも美味しいから、駆動パンはマジで間違いないです。あー、いい香り。なんか提携してんのかな。ここだから駆動パンがやってると思うんだよ。ここホテル、ホテル、そうなの。そうだよ、ホテルセレクトイン青森は駆動パンが営業してるの。長っ。音声検索にしては長いでしょ。駆動パンも購入可能。駆動パンがやってるわけじゃないんだね。だろうって。でもなんかそのそれこそこのパン何種類かある中で、あのどれかを一つずつどうぞって言われたんだけど、全部駆動パンだったね。うん、でこのホテルの下にデイリーヤマザキが入ってるんだけど、そこにも駆動パンのものずらーっていっぱい置いてあって、あとはお土産とか本当にいろいろあった。駆動パンって青森の会社？うん、駆動パンは青森の会社。お母さん今音声検索にハマっております。砂利蒸し160円。あのあれイギリストーストの、そうそうそう、 うちも初めて見たんだけど、さっきそれこそあのデイリーザマ焼きでザマ焼き山崎でうちが朝食べてたイギリストーストのあの中の砂糖がね結構ジャリジャリしてんのよ。それが美味しいみたいなところあるんだけど、そのジャリ増しっていうバージョンのやつがありました。青森県民だったら絶対駆動パンのパンは食べたことあると思います。みんなこのチーズパイいただいていい？美味しそうな匂いしてる。まあホテルの部屋はね、うん、正直年季は入ってますね。うん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 、でも全然寝れればいいかっていう感じで決めたので、しかも今日の朝方撮ったしね全然帰れる距離なのにそのまま泊まりたいよねっていうので急遽撮ったんで、もうツインルームだから結構広さはあるけど全然十分って感じ。何よりこれが嬉しい。うちこれみんな欲しいでしょ。あと1時間ぐらい ?1 時間か30分ぐらいか。30分ぐらいでねぶたのうんこ始まる。30分ぐらいでねぶたのうんこ始まるらしいので、それまで。また。バイ。弁慶に来ました。青森の居酒屋なんだけど、海鮮の種類がすごく多くて
めちゃくちゃ美味しいの。うわ、キュウリの一本漬け食いたい。さっきキュウリの一本漬け屋台で見つけたんだけど、人多すぎて諦めたんだよね。うわー、うまそう。ちなみにお通しは先に届きました。これ何？メンマ。乾杯。乾杯。うちはパインソーダにしました。ハワビのお刺身届きました。もう身が立派。続いてヒラメの昆布締め刺しですね。昆布締めの刺身めっちゃ美味しそう。毛ガニの浜茹でも届きました。めっめっちゃ大きい。すごい立派な毛ガニだね。こちらがタコジャガガーリックバター炒め。メンマ。うん、おいしい。ウーロン茶おかわりした。ウーロン茶じゃねえじゃん、黒豆茶だ。はい、ポテト。うん、揚げたてのうちに食べな。味いいよ。すごい顔して毛ガニと戦ってます、うちのお母さん。見てほしい、アワビすごいね、分厚い、うん、めっちゃ生きいいじゃん。絶対生きてた、さっきの。聞こえねえか。ヒラメの昆布締め。うん、あ、おいしい。ママが剥いてくれた毛ガニ。うん、うまいね。おいしい、めっちゃおいしい。人が剥いたカニは美味しいんだよ。うん、すごい、みんなミチッとしてる。ペロリでしたね。見てこのカニの食べ方の綺麗さ。もう身が少しも残ってないです。ラーメン食べないと閉まらないでしょっていうことで、八戸煮干しラーメンですね、頼みました。なんか煮干しラーメンってすごいドロドロしたスープのところが結構多いと思うんだけど、それも好きなの。ドロドロしてて超煮干し濃いのも好きなんだけど、うちこういうあっさり系のラーメンが好きなので、こう見えてごめんなさい。あっさり系の煮干しラーメンとかしじみラーメンとか、しじみラーメンもね、青森有名なの。おいしい。これやばいわ。これは本当にここの居酒屋弁慶で飲ん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 だ人が絶対に締めで食べて帰ってるわ。これは出汁がやばい。うん、最高。うん、せーの、せーで、ごちそうさまでした。すごい、今ホテル向かってたらこんなお店見つけました。24時間営業、無人の古着屋。すごいね、無人の古着屋。皆さんも青森駅前あたりにあるので行ってみてください。さっきホテルのチェックインの時に見つけて夜絶対行こうと思ってた24時間無人販売所、極上スイーツが売ってるらしい。ギャララン。わー、可愛いんだけど、おしゃれなんですけど。あ、一枚札使えないの？ちょっと了解していきましょう。ねえ、すごいんだけど。見て、なんかネットとかで見たことあるようなスイーツがいっぱいある。うわ、うちこれ前食べたことあるよね。マンゴーじゃなくて、うちみかんのこれだ。これ買ったんだ。クレープとかもある。すごいいろいろあるよ。うわー、うまそう。サンデーとかもすごい、パフェみたいな感じでめっちゃいろんな種類ある。やばくない？青森頑張ってる。ブリュレにしようかな。これになんかすごい惹かれた。めっちゃ美味しそうじゃない？
いや、パフェ食べたいところではあるんだが、うちあのホテルの下のデイリー山崎にてあの狙ってるものがあるので、これにしよう。太っちょマカロンクッキー&クリーム。みんな聞いて、ホテルの下にさデイリー山崎あるって言ったじゃん。あのデイリー山崎ってさ、サーティワンのアイスが売ってんの。カップに入ったサーティワンのアイスが売ってて、そこでね、もう絶対にうちは今日ポッピングシャワーを買って帰るんだ、食べるんだって思ってたの。ずっと思ってたからさ、さっきここのお店でさパフェ我慢したのにさ、22時半までだったデイリー山崎が、行ったのが、22時58分ぐらいだったかな。青森ってあの全然24時間営業じゃないコンビニあるんで、その意識ちゃんとあの確認してなかったうちが悪いんだけど、いやマジで悔しい。もうポッピングシャワーの口だもん今。ポッピングシャワーの気持ちでいたからさ、まあまあまあ気を取り直してね、美味しそうなスイーツ買ってきたんで、太っちょマカロンから食べよう。おーすごい、こんな感じ、こんな感じで入ってます。え、素敵。え、びっくりしちゃった。あなたの一日が星より輝きますようにって書いてますけど、え、幸あれ。いただきます。まだやっぱ凍ってるからカリッカリだけど、うまい。塩辛アイスみたいな感じ。うん、やったか。なんかこれ大きくない？あ、たっぷり 650ml。 得した気分だね。乾杯。セブンのバター醤油おすぎるポテト、いただきます。あ、投げられた。1本、めっちゃ美味しいねこれ、バター醤油すごい濃い。ブリュレー、これもすごい気になったの。見て、聞いて、わかる？カリッカリよ表面。わかる。カチ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 に凍ったハンガーの上を猫が歩いています。え、あ、おパンチですか？じゃなくて。おパンチ関係ないです。 TikTok で流行ってます。あ、そうですか。流行り終わったかな、もうわかんないけど。あ、頑張れ。やばい、いけ。いや、これさ、指導3つ溜まったら反則負けってなるじゃん、反則って言い方どういうかなんないもんかね。すごい悪いことしてるみたいじゃない。あー、おお、もう全部食べたの。びっくりしたな。あ、え、マジ1本。動物って残酷だね。仕方ねえよな、勝つ人がいれば負ける人がいるんだもん。勝っても負けても心が苦しい。あ、このさ、試合直後のインタビューもどうにかならないもんかね。ちょっとさ、休ませたらどう。気持ちのせいでも何もついてねえめな。本当にだって試合終わった20秒後ぐらいにインタビューするじゃん。そんな聞いたとこでさ、達也ったら生頭まわねえよ。バカ野郎って言って、バカ野郎今聞くんじゃねえ、うるせえてめえら帰れって言っちゃうかもしれない。ということで、うちらはこの後あのもう少しオリンピックを見て楽しませていただきますので、明日に向けてね、化粧も落としてしっかり休みたいと思います。おやすみ。おはようございます。朝ごはんはここが青森駅なんですけど、駅前にあるこちらのアウガっていう建物に入ってる地下の海鮮市場でいただきたいと思います。
目玉がきいただけますか。あ、お願いします。どれかおすすめお願いします。すごい大きい、すごいよ、つやつや、美味しそう。いただきます。どうぞ。おいしい、おいしいです。めっちゃおいしい、超濃厚。うん、それが実はあるんですよ。ただちょっと店のここは白ご飯の販売もしてるので、乗せたいものを乗せて丼にして食べることができます。お箸と醤油買ってきました。イクラとかね、マグロとかホタテとか買ってきたんだけど、まあ、普通にねこういうお刺身だけを買って帰ることもできるし、のご飯も買えるんだけど、ご飯がなんと驚きの中盛り100円、大盛り150円でめちゃめちゃ激安なの で寿司酢とかもかけさせてもらえるし、お醤油わさびお箸もサービスなので、普通に好きなこういう刺身とかを買って、ご飯も注文して、自分でね好きな海鮮丼作って食べることができるので、しかもお店のねお兄さんがすごく優しくて面白い人なので、皆さんもぜひ行ってください。完成できました。こっちがお母さんの特製海鮮丼ですね。マグロとイクラとホタテ、すごい上手だね。たっぷりだよホタテ。でうちの方はマグロとイクラ。このマグロすごい立派、やばくない。じゃあいただきます。すごい分厚い、すごい美味しいよ。いただきます。美味しいよね。すごい生きがいいわ。うん、新鮮、めちゃくちゃ。うん、ほらこっち映して、カップラーメンとかお菓子も売ってるの。すごいゆっくりいくじゃん。カップラーメンとかお菓子とか、自動販売機とかもいろいろあるから。なんでそんなゆっくり戻ってくるの。だって早いとさ、酔うんだもん。カットするじゃん。あ、そっか。ホタテもちょっと食べてみ。美味しいよ。うん、美味しいよね。甘い、うん、よかったね、あそこの店で買った。だよ、ね、大正解。ちゃんと噛んでください。マジで一瞬でした。ペロリでした。うん。綺麗に完食いたしました。ということで、皆さんもここ行ってみてね。マジでおすすめ。アスパムに来ました。駅前にあるね、アスパムっていうところなんだけど、今、ねぶた期間だからすごいね、お祭りの山車山がいっぱい展示されてるので、それも後で撮ろうかなと思うのですが、見てください、この海。海です、皆さん。そしてここに船もあります。アスパムの中に来ました。で、ここのお店でね、なんかソフトクリーム売ってるみたいなので、食べようかなと思うんですけど、なんかどうやらね、休止中だけど、普段はホタテソフトクリームっていうのがあるらしくて、でも今日はね、シャインマスカットのソフトクリーム食べたいと思います。ゲットしました。シャインマスカットソフトクリーム。いただきます。うん。さっぱり、めっちゃ美味しい。うん、ねえ、うん、すごい美味しくない。うん、ちなみにホタテソフトクリームはホタテのエキスが不足してて出せないらしいです。本当にホタテのエキス使ってんだろうね。じゃあ、うん、さっぱり、熱い、中が。うちの家族みんな暑がりで、お母さん得意ね。はい、うちお母さんに似たんだけど、部屋を本当に家の部屋のリビングとかね、キンキンに冷やしてるの。寒って言われるぐらい。だから夏は本当にキンキンに冷やした部屋で過ごすに慣れちゃって、外出れば、あーざ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 ー。外でちょっと一口引っ掛ける。何それ引っ掛ける。ビール。いや、熱いもんだって。最高。なんかね、このアスパムの駐車場のあたり、アスパムの裏にこう多分ねぶたが全部
あの待機場所になっててずらっと並んでて全部一気に見れる。昼しか見れない人とかは昼にここ来るといい。美味しかった。ごちそうさまでした。すごい、かっこいい。この真っ赤なの怒った時にお母さんにそっくり。すごい、これもまたすごいね。ライト入るともっとかっこいいのよ。ちょうどここは今開きましたね。これ昨日見てないんじゃない、うちろ。これはエグすぎる。ちょっと待ってください、行かないでください。買ってきました。イカの一夜干しと、ちょっとこれ汚してくんない、ありがとう。ニンニク唐揚げだね、これ。これめっちゃ美味しそう。でお母さんはビール。うちは運転あるので飲みません。はい、運転なくても飲まないんだけどね。ちょっと外が暑すぎたので、あまりにも暑すぎたので車に来ました。車も暑い。唐揚げ、ニンニク唐揚げ、いただきます。おいしい。ラプーツー、髪の毛を下ろした。最悪。10分ぐらいカメラオフのままずっと喋りながら食べてた。もう危なかった、全部食べきるところだったらいいか。さあ、八戸三社大祭だぞ。いや、とりあえずぼちぼちちょっと休憩したら八戸に向かいます。八戸のホテル着きました。見て、何これと思ったら、ごゆっくりどうぞ。ホテルパールシティ八戸、可愛すぎる。皆さん、緊急事態発生です。八戸三社大祭ですね。うちらてっきり夜もやってるもんだと思い込み、時間も調べずに6時ぐらいにホテルを出て見に行ったんですよ。そしたら7時頃までだったみたいで、もう6時半ぐらいには全部の山がもう閉まっちゃってて、見れなかった。しゃあないしゃあない、そういう時もあるよ。ということで、今とりあえずもう外でも人すごいから、居酒屋に入ったんですけど、ちょっとでもこのまま見れないまま終わるのはまずいぞっていうことで、一応八戸三社大祭明日までやってるみたいなんですよ。4日までやってて、明日は高野祭だかって言って、山が全部ずらっと一斉に並んで展示されるみたいなので、それをね見に行きたいと思います。なんで明日起きたらね帰ろうと思ってたんだけど、明日見てから帰りましょう。いいじゃん、楽しめる時間が伸びたと思ってポジティブに行こう。お母さん見たかったって落ち込んでるの、みんな慰めてあげて。2人でオリンピック見て盛り上がってた。いけ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 とか言ってたら祭り終わってました。はいはいはい、乾杯。お通しはインゲンですね。もろきゅうめっちゃおしゃれ。切り方並べ方がめっちゃ、うわ味噌うまそう。イカ刺しツヤツヤです。焼き鳥串焼きですね。せんべい汁届きました。せんべい汁鍋ですね。ここのは具がたっぷり入ってます。うまそう。うんね、味噌うまい。ないねぎま。うん、約束。塩加減ちょうどいい。うん、でもよかったよね、今日が最終日じゃなくて。今日が最終日やったらマジで見れないで終わってたよ。明日があってよかった。ホテルに戻ってきました。お祭りは見れませんでしたが、屋台を存分に楽しんできました。はい、まずはフルーツ飴ですね。大好きないちご飴と、ちょっと溶けてますが。溶けちゃってるじゃない。ちょっとな、時間だったね。暑いか仕方ない。あと、ぶどう飴ですね。で、あと、イカメンチ。これ、八戸の名物なのかな？イカメンチめっちゃ美味しいんですよ。そう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 。で、あとは、焼きそば。あと、たこ焼き。ネギたこにしました。乾杯しましょう。開ける開ける。ありがとう。うん、こっち冷たい。ちょっと、危ないです。あー悔しいことがまた起きました。なーにこれー
はい、はい、じゃあ乾杯しましょうか。悔しいです。はい、乾杯。みんなお休み。かき氷買いました。メロンとマンゴーのミックス。おいしい、マンゴーおいしい。今日は昨日祭りが見れなかったので悔しくて朝5時に起きて朝市に来ました。立て花岩壁朝市ってやつかな。人いっぱいいる、マジでめちゃくちゃにぎわってます。夜明けから日の出から9時ぐらいまでやってるらしい。毎週日曜日。フリー素材なんですか。ありがとうございます。いいんですか。イケメンがいます。ここには皆さん来てください。ホテルに戻ってきました。まずウニご飯ですね。それからチヂミ、ソトクソトク、これイカ軟骨か、うん、イカ軟骨の揚げ物ですね。からトウモロコシ、黄身ですね。白いの珍しいなと思って買ってみました。あと揚げ餃子、ケランパン、あと明太マヨの、これは南部せんべい揚げたやつって言ったかな、うん、ここのお店のお兄さんがね、すごいいい人でした。それからみほが、これ100円、やばい。これがなんだっけな、塩桃から揚げみたいな感じで。塩手羽が一番有名だけどね。そう、塩手羽が有名なお店なんだけど、もう塩手羽で大行列なの。ちょっと熱すぎて、あのこっち買ってみました。これも美味しそう。いただきます。ケランパン、うちケランパン初めて食べる。うん、おいしい。海賊やん、これは。もうこれはもう海賊でしょ。うまでしょ。うん、ちょっとみんな、このチヂミがうますぎる。全部うまいけどさ、カリカリなの。衝撃受けた。こんなにカリカリなチヂミ食ったことね。これ本当においしい。食べたことある？お餅でしょ。キミ、全部ハサ詰まった。下の歯全部に挟まってる今。極楽湯に来ました。もう汗だくなのでお風呂入ってきます。発色センター着きました。ここは美味しい海鮮がたくさん売っております。あーすごーい。乾杯。届きました。めっちゃ早かった。こっちがうちが頼んだ煮干しラーメンで、こっちがお母さんが注文したあの一番人気の天岳ラーメンってやつですかね。うん、おいしい。めっちゃ濃厚、煮干し濃い。細麺だからさ、麺細いからすごいスープ絡んで、めっちゃ美味しい。なんかスープ濃厚。桃ですね、生桃パフェで、こっちがメロンですね、メロンのパフェ。すごい美味しそう。これは南部せんべいですね、多分青森のおせんべい。こうやってちょっとホワイトチョコ、サチ桃好きだからいいじゃん。すごい、メロン。
桃うまい。うん。冷たい。うん。うん。アイスも美味しいよ。ソフトクリームもすごい濃厚。そんなこともわからない。やおならばやおなら。